パラマッタの旧総督官邸は現在ではオーストラリアシドニーの郊外に位置するパラマッタ地区にあるニューサウスウェールズ植民地初期の建築物群である。1788年のオーストラリア入植以来の歴史とイギリス帝国の発展を象徴づける建築物であり、考古学的にも価値の高い建築物群である。2010年7月、 オーストラリア国内の他の10の遺跡とともに、オーストラリアの修士に遺跡群の一つとして、国際連合教育科学文化機関の世界遺産に登録された。パラマッタ公園内1.1平方キロメートルの中に、旧総督官邸はある。旧総督官邸は、オーストラリア国内の公共建築物では、最古のものである。1799年、総督ジョン・ハンターが、 官邸の中心区画を建設した。しかし、現存する建築物の中心は、マッコーリー総督とその夫人が建設したものである。イギリスの建築様式が直接オーストラリアに導入された一例で、その水準も高い。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 abhttp://www.olgobrnmentouse.com.au. d h ありがとうございます。